こんにちは、こんばんは。今夜の動画は10年やってもうまくならない人の特徴トップ3いってみます。おーい、お世話になっております、神でございます。今夜の動画はね、奥田クライアントシングルマスさんの何番ですか、あ、7番アイアンショットとドリルなどをご覧いただきながら、10年やっても20年やってもうまくならない人の特徴ってものをね、トップ3を発表してみたいと思います。これね、当てはまるようなことを制限買ったらうまくなるってことやから、はい、ということで発表する前にマスさん1球お願いします。おー、うしょ、じゃあまず1個目いこうか。お願いします。これもうほんまにこれもう絶対やで、撮影していない。はい、はい、撮影してる人って絶対上手くなるじゃないですか。はい、だって自分のスイングの悪いとこ 見んねんもん、うん、まあ、みんな見たくないもんな、見たくないもんな、お前らほんま。すぐ目を背けて自分と向き合わへんで、そのくせ人のスイングのああだこうだ言って。そうじゃないですか、練習場で口出してくれるおっさんとかいるじゃないですか、はい、お前自分のスイングまず見てみろやって思うじゃないですか。なんでお前人に言えんねんっていうことで、まず1個目が自分のスイングを撮影していない人、はい、じゃあ2個目、はい、まあ、これもやねんけど、手打ちドリルやってないやつ。あ、それはもう10年やろうが20年やろうが永遠に体回って腰回っとうだけやから、それは無理やわ、はい、まあ、ここちょっとすっ飛ばすね、はい、じゃあ3つ目、これちょっときつい言い方言うで、情弱なやつ。あ、情弱ですよ。だって情弱なやつって腕や手は何もしないで体回したら腕は勝手についてくるって信じてるじゃないですか、今なり。そうですね、はい、今なり、はい、上手くなってないのに、はい、てか自分自身の体験としても分かってるはずやろね、上手くなってないって、はい、でも周り見てもそうやんか、はい、そうですね、周りの人もみんなそういう、周り見てもみんなそれで上手くなってないわけや、はい、上手くなってる言うたってさ、たまに80代出るぐらいやろ。あ、でそれをめっちゃうまいって思ってみんな崇めてるやんか、はい、いや奥田式ラウンド術やってみて90あっさり切るって。いや本当にその初その知識入ってやればな、やれば、うん、その次のラウンド、次のラウンドでいけると思う。100は絶対切るやんか、100は確実に切るやん、はい、でアプローチパターンを全く何もやってない人はまたちょっと別やけど、あ、はい、でもそれなりにちょっとぐらい練習してる人、はい、90切るで思われ。いや絶対切りません。だってマスさんなんかさ、はい、90全く戦わんくなってんからさ、はい、あ、ここからマスさんだけじゃなくて最近もコメントいただけてないけどデンデさんとか、そういきなり多分87とかなんかいう、ね、はい、コメント来てましたよね、はい、それぐらいみんな効果あると思う、誰。いや間違いないです、うん、ということでこれは特徴3つですよ、まあ、100ぐらい言えるけど。おお、でしょう。っていう3つやったけど、みんな納得したんじゃないですか、これ結構ファンの人は、ね、みんな当たり前やけどさ、まだにわか WGSL ファンの人にとっても撮影してみようかな、にわかの人って。どうなんすか、あのね、うちのファンになるんやったら撮影はした方がいいっすよ、自分のスイングを。だって自分に向き合わないと、上手くなってないやつってみんな分からん、矢印を自分に向けてないんよ、人に向けとんよ矢印を。プロのスイングがああだこうだ言うたりとか、はい、でしょ、確かに人に向けてる、人に向けてるじゃないですか。特に僕めっちゃ嫌いなやつが、例えばあの僕石川遼のプロのこと好きなんですよ、はい、スターやと思うんです、日本のゴルフ界の、はい、別に結果で言おうが、ね、どうでもいいし、だって俺の人生に関係ないから。でもね、あんだけのスターやからさ、ゴルフ界を盛り上げるためには活躍してほしいっていう気持ちはあるじゃないですか、ファンとかでも何でもないけど。で石川遼プロが
髪型変えたらさ、はい、そんなんチャラついてねえでとかって言ってる人いるやんか。いますね。もう意味わからんやん。でプロやねんからそここだわらんかったらむしろあかんやろっていうか、見た目こだわらんかったらファンつかんやんけ。いや結果出すこともプロやで、はい、商品を、はい、賞金稼ぐためにはファンがいないとあかんわけやんか。だってスポンサーがつくからお金が入んねんから、はい、っていうものを考えへんのがゴルフ界やん。何を見せたんですか今、はい、何を見せたんですか。いや、ちょっと入らなかったです。あ、入らなかった。入らなかった。プロ感覚ですか。いやいやいや、シングル感覚ですか。シングル感覚でも絶対あると思うで、シングル感覚。ああ、確かに、うん、絶対そういう感覚ってできます、ね、いや、どん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 出てくるもんやと思うで、そらそれを いつまでもプロ感覚なる人ってもそうやんか、ジュニア学生の時からやってるから、はい、いつまでもあれやって、プロ感覚とかシングル感覚にならへんためにも常に自分のアクションを言語化できるかい。あ、不思議じゃないですか。どのスポーツもプロになったやつってみんな言語化できてないじゃないですか。あ、そうですね。自分のやってることとか、そうそうそう、それって、まあ、ゴルフに限らずサッカーでもそうやねんけど、あ、サッカー俺が大好きだな、はい、うん、言語化できてへんから指導できへんわけやん、はい、皆さん結構引退してから苦労される言語化できへんから、はい、もうじゃあ感覚でやってるからな。引退してからはサッカーな、はい、ゴルフって現役の時から言語化できなあかんやろ。あ、だって教えるっていうのプロがいんねんから。あ、そうですね、あ、そうですね。だってサッカーって別にプロコーチとかっていうのはないもん。ああ、ライセンスはあるで、はい、その指導っていうか監督をするためのライセンスは、はい、でもそのコーチのプロ資格なんかないもん。ああ、そうなんだ。おかしいねってこんなのが。何やねんそのコーチのプロ資格ってフィーチングプロっていう資格。確かに。何やろって言って。結果やろって思え。あ、ほんとそうだと思う。結果やったらサッカーもそりゃそうやけどさ、はい、S 級ライセンスとかどうでもよくない。結果出したやつがすごくない、ね、だって S 級ライセンス持ってたってさ、結果出さへんかってクビになりました。また他のチームで監督やってるわけでしょ。ああ、そう。確かに。意味が分からへんやん。はい。言われてみたらそうですね。どれをずーっといろんなチームに行くわけや、はい、結果出てへんのにクビになってるのに。はい、おかしいっすね。ゴルフ界で言ったってさ、はい、どんだけ教えたってうまくできひんやつがさ、資格持ってたら永遠にプロなわけやんか。そうですね、はい、意味が分からんぐらい。そうです。確かに。おえぐ。プロフェッショナルではないです、ね、そう、プロフェッショナルではないやん、はい、それってもう そこにその資格を取る上でのゴルフのうまさとか、はい、そういった面では俺すごいリスペクトやからそこは、はいはい、うん、そこに関してはプロフェッショナルっていいと思うけど、ティーチングプロっていう名の資格であれば、はい、それはもうプロじゃないよな。そうですね。だってうまくできひんねんから人のことを。確かに。それはプロとして当てはまらない。当てはまらない、当てはまらない。プロゴルファーはいいと思うね。自分のスイングだけよくとかさ。おお、今いい入りでしたって感じでね。もうあれやんの、ま、結果出してる人にこそ資格を与えるべきやと思うけど、いや資格なんか例えば、ね、はい、俺に勝てる人おらんけど、はい、シングルにした人数で日本でさ、はい、おらんけど俺資格与えたるわって言われてもいらんって言うけどいらん、うん、間違いなくいらん。だって結局証明やねんからさ、そんな資格あるあらへんなんか関係ない、はい、俺が資格持ったからもっとの、はい、いきなりそれで何かが変わるわけでもないや、教えること変わらへんし。確かに、はい、そんな資格なくても俺は勝手にずっと勉強し続ける人だ。俺らもそれなくて勝負してんねんから。そうそうそう、結果のみで勝負していってんねんから。本当っすね。え、本当っすね。そう思ったらすごいっす。俺やっと分かった。改めて、はい、今思ったわけだということで、今夜の動画はちょっと話がとっちらかりましたけどね、まあ、こんなんも WGSL ですよ。マスターのね、難度とか楽しんでいただけたんじゃないかなと思いますんで、いいね、高評価を押していただいて、アンチコメントしてくんだよ、ほんま。俺の勝手な感覚やねんから、お前らがとやかく言う気はないねん。というところで、チャンネル登録者数を10万人目指して頑張っております。皆さんもお力でよろしくお願いいたします。あとコメントの方もまたたくさんお待ちしております。というところ、ゴルフ界の闇についてもね、皆さんも思うところはいっぱいあるんですけど、いっぱい。僕の発信に触れてからいっぱい知れたと思うんですよ。だからそこら辺についてもね、まあ書かんでもいいけどね、そんなは。マスターのスイングについてコメントいただけると嬉しいです。かっこアンチコメントのため口は速攻ブロックします。
ということで今夜の動画も長い時間お付き合いいただきありがとうございました。感謝してます。それでは失礼いたします。